皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。犬を飼うとき、人も犬も快適に過ごすためにはしつけは必須です。そこで今回はしつけをするときにも、犬と触れ合うときにも、知っておくと役に立つ犬の学習方法についてご紹介します。まずは順化と鋭敏化です。生徳的反応を誘発する刺激に繰り返し暴露することにより、引き起こされる反応が次第に変化することがあります。何を言っているのかというと、同じ刺激を何度も与えるとだんだんと反応が変わってくるよということです。同じ刺激を何度も与えられたとき、反応が減弱することを順化と言います。一方で同じ刺激を何度も与えられたとき、反応が増大することを鋭敏化と言います。順化は弱から中程度の刺激で生じやすく、一方鋭敏化は強い刺激で生じやすいです。例えば最初は首輪を嫌がっていた犬が徐々に慣れて気にしなくなるのが順化です。逆に雷の音のような恐怖を感じるような強い刺激は何度も与えられると鋭敏化しやすいと言えます。次に系統的脱換算についてお話しします。先ほどお話しした順化と鋭敏化は学習理論ですが、これからお話しする系統的脱換算はそれらの学習理論を用いた方法であると考えてください。まずは系統的脱換算の言葉の意味からお話しします。系統的は徐々に大きくしていくという意味で、脱はなくなる、換算は反応という意味です。したがって系統的脱換算は刺激を小さいところから徐々に大きくしていき、反応しなくなるように慣らしていくという意味を表します。実際にしつけに用いるときは、犬が反応しない程度の小さな刺激から徐々に大きくして、目標の刺激に慣らして反応しなくなるようにするというふうにします。例えばお留守番が苦手で飼い主さんが外出しようとすると、とても吠える犬がいたとします。そういった場合、犬は飼い主さんが外出するときの準備のルーティーンを覚えている可能性が高く、外出を察知して吠えます。このとき系統的脱換算を用いてどのようにしつけを行うかというと、お座りをさせてドアノブに触れることを繰り返し、次にドアの開け閉めを繰り返します。またそれに慣れてきた様子が見れれば10秒外出してみる、その後は5分外出してみるというように、刺激のレベルを上げていくような方法をとります。この最中どこかの段階で犬が嫌がったら、一つ前のステップに戻ってください。以上で犬の学習方法、今回は順化と鋭敏化、系統的脱換算についてのご紹介を終わります。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。